東京オートサロン2023レクサスブースに来ております。まあ、今回東京オートサロンといっても実は東京アウトドアショーというショーが閉催されておりまして、そちらの中にレクサスは展示しています。はい、なんで今回レクサスこっちなんですかね。ですね、今回オーバートレールプロジェクト、レクサスオーバートレールプロジェクト、プロジェクトを始めるそうで、はい、これ一体何なのかというと、まあ、オーバーランドといって、普段行けないようなあの荒野に行ってキャンプをするということが、まあ、要するに大キャンプ場とかじゃなくて大自然ですね、はい、荒野の中でキャンプをするっていうのが、まあ、アメリカですごい流行ってるんですけど、それともうちょっとカジュアルなキャンプ、はい、いわゆるまあお庭でキャンプとかから、キャンプ場でキャンプみたいなもの、はい、つまりトレイルラン的なものですか、はいはい、の組み合わせたオーバートレイルという造語をレクサスでは作って、つまり幅広いアウトドアという意味でいいですか。そうですね、はいはい、あの本気からライトまでを組み合わせたオーバートレイルという、ね、プロジェクトを始めて、その展示ということで、なるほど、ここに展示しているそうです。はいはい、で今回展示されているのはまず、まあ、これが新型 RX のそのオーバートレールコンセプトということになります、はい、アウトドアコンセプトという名前になっていて、はい、ルーフテントが装着された仕様、はい、それからですね、こっちは去年、発表されていた水素バギーですか、ヤマハと共同開発している、はいはい、水素エンジンを搭載したバギーの進化版になります、はい、そしてこの奥にね、1台注目の車がありますね。GX じゃないですか、はい、こちらあの日本では売っていない GX が展示されているんですが、これまさに、去年のセマショーで展示した、車両そのものなんだそうで、はい、あちらはそのオーバーランド的な遊び方が、まあ、流行っているので、そういう展示も盛り上がるんだそうで、でそれ GX はまさにそういう使い方に最良の1台になってますよね。まあ、実際問題使われていますからね、うん、はい、アメリカそれから中東、特に中東だと一家に1台の勢いですよね。 GX、ランドクルーザー、LX、この3台で、でもなんか中東の砂漠っていうかはやっぱりアメリカの、はい、荒野の自然の中で、はい、そうまさにあのオーバーランドな感じの人たちっていうイメージが僕すごく強くあります、はい、なるほど、それで GX、はい、なので、まあ、日本で売っていない、長らく売っていない車を展示するっていうのは、まあ、これなかなかチャレンジングなことだと思うんですが、はい、まあ、なんか示唆してるのかもしれないですけどね。まあそろそろフルモデルチェンジの時期と噂はされていますよ ね、はい、そうですね、ランドクルーザープラド、そしてレクサス GX もろとも、はいはい、そうですね、だからやっぱりこう LX があれだけ支持されて、レクサスの中でいわゆる SUV ではなくて、はい、オフローダーにもうちょっと、ね、重心が寄ったようなものに関する関心が高まってる、強まってるのは間違いないですよね。で同時に世界的にも、まあ、この前もこういう話ってしたと思うんですけど、例えば G クラスがすごく売れていて、うん、で、はい、日本だとジムニーを注文したら2年ぐらい待つみたいに、はい、そして最近ジムニー5ドアが出てそれがすごい話題になってるとか、四角い本気のオフローダー系 の SUV がちょっと来てる中で、はい、レクサスはその弾を持ってるのに日本に入れてないわけですよね、うん、そうですね、はい、じゃあやっぱり入れましょうかってなったとしても不思議じゃないですよね、はい、なのでそれを見据えた何かこう、意見収集のためのまあ仮に入れるんであっても、はい、やっぱり今何もしないで突然はい GX ですって言うと、なんで今更ってことになる。だってレクサスはね、都会派 SUV のまあ代表格みたいなところもあるじゃないですか、ね、それがやっぱりこのオーバートレールプロジェクトみたいなことやって、はい、レクサスとオフロードとか、まあ、アウトドアとかの親和性みたいなものに、みんな、はい、ああそうだよねってしっくりくるねってなってるところに、というわけでというふうに入れることができたらいいし、はい、まあこれ GX 入れる入れないの話じゃなくて、例えばそういうこともありえるし、あとはパーツとかですよね。今までレクサスってやっぱりアウトドアイメージちょっと薄めだから、はい、そういうニーズに応えてこない面もあったと思うんですけど、ね、なんかそういうパーツ類とか売ることができたら、あのしかも今グランピングって言葉はちょっとね、あの最近手垢がついた感じしますけど、はい、そういう趣味に応えるブランドになったら、それは例えばスポーツとかとは違うアクティブ感が出せるのかなという感じはしますね。そしてこうやって後ろに見るとあれですね、ラグジュアリーですね、うん、そうですね、はい、あこうなってるんだなというのを今後ろに回ってみて思いました。まあ見ての通り冷蔵庫、それからガスバーナー、はい、そして全部、レクサス純正本当だ、はい、ロゴ入りカトラリーと、はいはい、食器類が並ぶという、そうですね、はい、それがしかも丁寧な箱に入っていると、はい、まあ、あの荒野であってもラグジュアリーをちゃんとラグジュアリーブランド、うん、ですよという、そうですね、外でご飯食べるんでも、はい、テーブルにテーブルクロス敷きたい、はい、なんかそういう感じがしますね。そしてグランピング的な、まあ、セットアップされたところではなくて、まさにこれだと荒野に行って、うん、その中で星空を見ながら
ラグジュアリーに浸れるという、ということか、はい、まあ、こういうことを示唆されているわけですね、はい、よく考えられてますね。さすがアメリカですね。そういう感じですね、はい、そしてですね、まあ、実はこのブースレクサス、トヨタ、共同ブース合同、ね、はい、ブースとなってまして、ここに1台すごいのがいます、はいはい、クラウンクロスオーバーのコンセプト